撮ってる？撮れって言われたから撮ってるよ。俺は怒ってる。ただいまジェルでは正社員のスタッフ募集しています。下記概要欄にリクナビネクストさんの募集要項ページを貼り付けていますので、そちらもぜひご確認ください。会社での仕事内容や雰囲気などをまとめた動画もご用意してますので、そちらが気になるっていう方がいらっしゃいましたら、下記概要欄の方にメールアドレスも貼り付けておきますので、そちらからご連絡ください。皆様からのご応募お待ちしてます。どうした、なんかあったっけ、うん、いや、昨日いらないです。これはもう取ってもらう。いらない。何してんねんもう。あ、たこ焼きパーティー？ああ、またや。ま、でも楽しかったやん。いや、もうそんなんちゃうの俺。でも楽しんどったやん結構。だって俺回ってるからやん。ああ。めちゃめちゃ迷惑してるから。そんな感じね、見えへんかったけどな。動画回ってるからやん。さ、そういうことね。ああ、もう俺は反撃しようと思って。何する？第2か分かってるやろ。うん、軍曹やろ、うん、でもこれはほんまにあのバレたらやばいことやから。何するん？バレたらやばいことやから。うん、そんなことすんの？タイがこの間さ、店長とあの在庫紹介で 3.5 のアルファード紹介しとったやんか。うん、したで。あの時さ、なんかあの、うん、やっぱええなーってめっちゃ欲しいなーって言っとったやんか。あー、言うとった言うとった。いやー、こんなん乗ったらほんま欲しなるわみたいな感じで。店長ずっと台車生活送ってるやん。せやな、今台車やな。ずっとずっと乗り換えたい乗り換えたいって言ってさ。うん、うるさいやんか。うるさいって知らんで。もう俺車用意しようと思って。え、うん、だからタイガは協力しろ俺に。なんなんそれ。協力しろ俺に。なんでなん？協力してじゃなくて、うん、協力しろ。いや、俺そんな嫌やって。いや、そんなん言っとったらお前の家族と家そんな言われたらさ、もう協力するしかない。だったら、うん、協力しろ。分かった。ほんで、まあ車やねんけど、店長さ、次の新型に乗り換えたいって言っとったやんか。言っとったな、うん、もうちょっと新型出るから。うん、いや、そんな新型なんか乗らせへん俺。マジで言ってる？もう今の現行モデルの、うん、あの30の後期、うん、現行モデル、あれを買う。うせやん。あれを買って、あれを乗らす。それどうやって買うの？まあ、確かに俺だけやったら、多分車買えへんから。いや、絶対無理やん。無理、うん、今回は、おるやん一人、あの店長が唯一ビビってる人。ここ？ちゃ、ワンちゃんじゃないから。あ、ちゃ、おるやん唯一ビビってる人な、うん、鬼嫁。あー、ほんまやな。鬼嫁に協力してもらって、まあ、店長小遣い制やから。そやな、確かに。あの店長が小遣いや、うん、あー、それは相当ビビってるな。まあ、鬼嫁にちょっと協力してもらって今回は。うん、で、まあさすがにちょっと書類とかいるから、その辺だけもう今から電話するか。うん、電話して、ほんでちょっと頼もうでな、うん、店長今さ、あの島根県のお社行ってるやんか。行ってんな。だから家留守やから、今鬼嫁に電話かけてちょっと協力してもらおう、うん、あ、めちゃくちゃチャンスや今。めっちゃチャンスや。うん、もうすぐ貸すわ。ちょっと待ってな、うん、鬼嫁まんまやん。あ、もしもし。はい。あ、大丈夫ですか今。何？そろそろあれじゃないですか、車欲しいと思わないですか。マック？あ、はい、あ、僕です。あ、これタイガの携帯なんですよ。え？これタイガの携帯なんですよ。そうなんだ。はい。はい。あの、そろそろ車欲しくないですか。欲しいよ。欲しいですよね。ずっとあの乗りたくもない車乗ってるじゃないですか。はい、ほんでね、ちょっと今回僕店長にドッキリで、うん、車をこっちで用意してちょっと店長に買わせようと思うんですけど、うん、ちょっとそれでね、今回アルファードをもう店長に
買おうと思ってるんですけど。うん、店長に買おうと思ったら買ってくれる。はい。いや、あの、お支払いは店長なんですけど、あの、ちょっとアルファードを買うにあたって、まあ、書類とかいろいろ準備あるじゃないですか、うん、そこだけちょっと協力、アルファード欲しいですよね。え、欲しいよ、欲しいけど、でも新しい傘出るまで待つって言うと。いやいやいや、もうあの、僕ちょっとあの結構おこなんで。あの、はい、おこです。なんで？え、あの、前ドッキリとかいろいろめちゃくちゃされたじゃないですか。僕すごく怒っているんですよ、うん、だからもうちょっと仕返しであの、うん、したいんで、うん、ちょっとあの書類とかだけちょっと協力してほしいんですよ。しゃべんな。はい、その辺だけちょっと準備していただいたら、あの、まあ、鬼嫁、あ、鬼嫁、奥さん奥さんもあの乗りたいじゃないですか、アルファード。え、奥さんアルファード乗りたいじゃないですか。いや、乗りたいけど、はい、僕準備するじゃないですか。はい、いや、そこだけちょっと頼みますよ。高いで。え？え？印鑑証明とか300円じゃないんですか？上乗せするんですか？え？上乗せするんですか？300円で取れたっけ？取れてます、取れます。はい、まあ、ちょっとそれだけ、あの、とりあえず書類だけ準備していただきたいんで、あの、お願いしてもいいですか？で、これ、絶対に、もう絶対に家とかで、あの、ボロって言っちゃダメなんですよ。ダメですよ。絶対バレたらダメなんで。頑張るわ。はい。あの、ちょっと僕もサプライズしたいんで、まあ、普段お世話になってるんでね、はい、うん、だからちょっと協力だけお願いします。頑張るわ。はい、また連絡入れます。はい、はい、ちょっともうそんなん言って後は知らんで、ほんま。だって鬼軍曹と鬼嫁を敵に回すってことで、まあでも今回もう鬼嫁はもうこっち側についたから、うん、敵は店長だったから、あ、大丈夫。あ、ということで、あの、うん、環境が整ったから、うん、これがちょっと話を進めていこうと思う、うん、ほんでな、俺もう仕事早いから、うん、で、お、もうアルファードのな、見積もりをな、うん、もう取ってんねん。待って、なんかさ、メーカーオプションで、これ T コネクトナビとか、そう、店長な、ちっちゃいナビ嫌って言っとったやんか、うん、もう JBL つけてるワンルそんなことする。モデルさんのシグネチャーエレメブレードも、うん、もうつけたろうと思って。嘘やん、めっちゃ高いやんこれ、うん、めっちゃ高いやん、うん、ほんまに。多分店長いらんって言うと思うけど、うん、もうつけるから、うん、まぁ、あ、ちょっとこの見積もりで行こうかなと思うから、うん、もう俺これ話進めるから。マジで、うん、絶対だからタイがもう、うん、あの中途半端なことしたらあかんねん。うん、え、どうしたらいい？絶対バレたらあかんから。どうしたらいいんじゃ。俺に従っとけばいい。従っとったらいい。俺がもうシナリオ書いてるから、うん、踏み外さずにそのレールをちゃんと伝っていけば大丈夫から。うん、何したらいいじゃん。あれ考えてない。わかった。で、これもう新車やから、あの、うん、納期2ヶ月かかるから。あ、かかるな。その間、絶対ボロ出すな、あれは。めちゃくちゃ寝ようせやん。絶対中途半端なことすんな、うん、バレたら終わりやから、これ。分かった、水の終わりから、うん、分かった。でも、あの、近いね。分かった、分かってる、分かってる。今回、あの、うん、この話ももう事前社長にもそう言ってるから、うん、もう、味方はバッチリやから、うん、もう全員こっちついて、鬼嫁と社長も。あ、ほんで、これから車注文して、まあ、流れ的には注文して車入ってきたら、店長にお披露目やねんけど、うん、あの、まあ、最悪カメラさえ、うん、まあ、あの、向けとけば、うん、最悪 YouTube やったら許してもらえるやろと思ってるから、カメラ回してたらさすがに無事切れんやろ、うん、これから、あの、うん、まあ、2ヶ月間タイガーもちょっと注意しながら、うん、車届くの、もっと行こう、それで行こう、うん、さらに作戦し、ゼロバー、じゃあタイガー、タイガー、早く、ちょ、タイガー、早くカメラ回ってて、お前カメラ回って、こっちちゃうって、見てみよう。あれ、アルファード、アルファード、アルファード、あれ、あれ店長おめん、あ、そっか、店長やね、頼まったな、頼まった俺、今日店長休みやろ。俺だからこう休みの日にあの入庫してくださいって言っとってん。あ、そうなんや。はーい、はーい、はーい、今回黒、あ、黒、うん、いかついな、やっぱ。いやー、来たな。まあ、とりあえず、あの、車は用意できたから、うん、これ、うん、
こっからあ これだけじゃんまだ終わらんから。あ、そうなん。まだ終わらんから。何すらん、ま、こんなん店長にノーマル乗せるわけにはいかんやん。いや、そこ、うん、あ、家が無理やな、うん、あ、そうそうそう。いや、店長、うん、あのノーマル車庫以外は無理やから、うん、ほんなエアロー組むってこと。そう、エアロー組む。あー、ほらエアローももう注文してんねん。そうで、でもな、ここで塗ったらバレるやんか。あー、 そのエアローも工場にも送ってるから。あ、そうなんや。そう、まあ、今日店長休みやから、うん、車入ってきたらもう知らんし、うん、これバレたらあかんから、うん、これバレたらあかんから絶対。確かにバレたらもう台無しやから、うん、もう今からこれを乗ってもうその工場もう預けに行くわ。もうほなこれからもう工場の方に持ってって、うん、もう早速進めていきます。ちょ、タイガー、はい、え、カメラ持ってまずさ、今日俺休みやねんけどそんな関係ないから。もう休みで、しかも今何時？朝早ない？朝8時半早ない。アルファだよな、うん、車、これ、うん、前の店長のやつやん。うん、分かるよ、分かるけど、ここに帰ってきてん、うん、でな、昨日店長休みやったやんか。あ、そうやな。だから昨日店長休みで、もう工場の方にももう明日入れてくれって言って火合わせてもらって、ほんで昨日入れてもらって、うん、で今日朝来たらありますと。あ、で、店長いつも9時ぐらいに来るやんか。うん、だから朝早くから8時半からやけど、なかなか迷惑やな。まあ別にタイガー休みやけど、うん、これは俺前協力しろって言っとったから、うん、休みとか関係ない。ひどいや。おはようございます。あ、せない、あ、撮影中です。ちょ、遅い。え、ちょ、急いで急いで。あ、今日はこのアルファの撮影ですか。ちゃう今日は在庫車両とかじゃないね。ちゃうね、これ在庫じゃないね。これは店長の車。え、店長ですか。店長の車。どうしたんすか。いや、これからやね。な、もう俺さ、今まで過去散々めちゃくちゃなこと耐えてたやんか。家に土足で上がられて炭酸水ぶちまけられてガイザー。あ、てかこれシャッター開けとったらセナみたいに見えてしまうんじゃん。君どこ。あ、違う、店長来たらバレてまう。とりあえずセナ上着だけ脱いでカバン下ろすか。じゃあセナ早押して早押して早押して、はい、すいません。もう店長来るから。はい、はい、はい、ということでね、はい、こちらもご用意させてもらったんで、はい、はい、ちょっとセナごめん、朝行っちゃうけど、はい、はい、休みないな。じゃあタイガーも協力しろって言ってるから、うん、休みとか関係ない。分かった、うん、でもうちょっと店長来るから、店長来たら、うん、店長どうぞと、うん、日頃の感謝の気持ちを込めてプレゼントさせてもらうんで、こちら嫌な笑い方やわそれ。もうちょっと来ると思うねんけどな。うん、もうすぐやな、うん、あ、来た、あっ行ったな。はい、おはようございます。店長、何これ。ご用意できました。店長、店長ご用意しましたよ、これ。これ、何か分かる。在庫車両とかじゃないんですよ、これ。誰なの、はい、誰なの。いや、ちょっと僕、なんかいきなり呼ばれただけなんだよ。私は本当に分かんないです。寒っ。これ何なの。店長、店長、ここ、あれ、これ店長の車、すごい。ちょっと意味が分からない。いや、僕もちょっとよく分からないです。いや、でずっと協力しとったら。いや、僕、うん、全然知らん。私も朝一からいきなり撮影で呼ばれて。これなんで俺の名義になってるの、これ。いや、ちょっとマスに聞かないとわからないですね。ご用意させてもらいました。は、これ、店長のアルファです。支払いは、え、もう済ましてます。店長の手作りから何とか出してきました。え、俺も自己破産の申請今してるから。損でも跳ねてもお金ないで。
いや、もうあの知らないやつ住んでるんで。いや、法的措置取ってるから。いや、ちょっと意味がわからんねんけど。いや、ほんまにどないしたん？いや、もうこれ僕、店長にもう数々のドッキリを買い取って、すごいお世話になってるじゃないですか。いや、ドッキリは別に世話してないけど。まあ、ちょっとイライラの限界が来とったから、うん、今回。そうなんですよ。なんでちょっとね、もう店長車ないない言ってて、ボロの台車乗っとったじゃないですか。確かに。ボロ言うなよ。奥さんももう嫌やってずっと言ってたの。なんでもう、まあ、事前に連絡取って、ちょっともうそこ話合わせてもらって、これ書類とかも用意してもらって、車今日ここに用意したんですよ。嫁知ってんの？こんなの知ってます。マサさんからプレゼントがする。はい。ここのミラーお前どないしてんの？これないっていうことはあれじゃないですか。これお前誰がオプションやった？え、もう工場にお願いして。は？え、もうこれ結構やりたい方でやってんじゃん。何ぼしてんこれ。まあそれなりにはしました。それなりにめっちゃ濁す。いや、お前それなりですまんの。お前お菓子ちゃうねんか。はい、お菓子。まあでもアルバードのこの純正の感じはいい部分は残しつつですね、うん、エアロもこちらフロントスポイラー何の紹介やろ。マッスーこんなことしとってんな。え、全員知っとったこれ。いや、知らないです。今知りました。知ってました、知ってました。いや、僕知らないですよ。お前の趣味まさかの黒幕。いや、そんなことしてないですよ。いや、マスがなんか多分朝ちょっと今日早く来てて、僕今日休みなんですよ。私服ですよ。なんか今日いきなり早く来てって言われて。え、家の早いなと思って。はい、まあ、店長来る前にもう昨日休みやったんで、もう前日の夜にもうここに置いて、で朝来たらちょっと早く来てもらえる言って、ほんで朝来たらどうぞっていう今日は動画あったんですよ。支払い、ちょっと待って、確認やんですよ。はい。支払いは前だけがやってんのこれ。みたいですね。それともまっすーから取れてんの？じゃあそこはっきりしてくれへんかったら、4本でいいかどうかちょっと分からへんねん。プレゼントって言ってます。プレゼント言っとったよな、僕からの。実は脅されて、鬼嫁に電話しろって言われて、確認取れって言われたんですよ。で、ちょっと了承を得させてもらって、なんかマスがめっちゃ喜んで、これで注文できるっつって、まあ予算これぐらいで頼むわって言われたんで、ここまでちょっと。え、誰に予算これぐらい頼むわって言われたんですか？嘘つけやろ。嘘つけ。ほんでちょっとこのナビとかもつけたかったんで、店長、まあ店長なんで、店長クラスが乗るんだったらこれぐらいのナビつけとかなあかんなと思ってつけたかったんですけど、予算オーバーしたんで、ちょっと店長のへそくり上げてきました。あ、でも一応家のこと考えてローダウンはしてないんですよ。え、まあ、え、エアサが入ってないの？いや、違います。え、何これ、ノーマル？ノーマル車高です。車高はノーマルです。家入られんっていうのもあったんですけど、ちょっと予算オーバーやったんで、足回りにはお金回れますね。じゃはい、らしいです。めっちゃ中途半端やん。そっからそっからのカスタマイズはうちに言ってもらったら全然。追加カスタム、やりすぎやったわこれは。おお、やりすぎこれは。おお、なんかかっこいい。お子さんもいるじゃないですか、うん、汚れたらあかんと思ってフロアマットの上に、あ、ちゃんとラバーマット引いてる。ちゃっかりしますよね。これはちょっとやりすぎお前。やばいってことですか。やりすぎ。じゃあ度が超えてるって。笑えんこれ。そやぞ。うん。黙れ。何やんそれ。まあいいじゃないですか、ね、ちょっと。いいじゃないですか。これからアルファドライブ。売ります。売ります。アルファード売ります。店長のもう名義なんで。もうそれ次回の動画ですか。アルファード売ります。俺もうすぐこんなんもうユーポス行ってくるわ。怒られますよ僕。え、誰にやねん。トヨタさんに。せっかく知れたんで。自己破産申請中やで今俺。まあこれでようやく台車生活も終わりということで。ピリオド。まあ確かに2年ちょっとは、はい、まあ、確かにですね。ここで人だらなくしたんで、もう鬼嫁さんも欲しい言ってたんで、もう今回これこちらのお車をまあ用意させてもらったっていうわけですよ。お前や、はい、こういうドッキリはガードマンだけやからやっていいん。あ、そうなんですか。
いや、もうピクシブもやっていいかなと思って。一応車屋さんなんじゃないですか。お前これはやりすぎやから、ほんまに。勝手に車買ってきた、なかなかないですもんね。嫁が言うたんやったらええけど別に、俺知らんから。心広い。やりすぎこれは。いや、おめでとうございます。おめでとうございます。どうでした。おめでとうございます。はぁー。やりすぎ。まあこれからちょっとあの年末に向けてキャンプとかもあると思うんですけど、あのスタッドレスはぜひうちでここでいただいてですね。営業進行いったらっていう感じの、まあ、ドッキリ大成功っていう動画でした。ありがとうございます。止めろよ。え？止めろよ、お前。止めたら止めたら怖い。完全に、別にもう100歩譲って、今回はもう乗ったるけど、はい、うん。やられたらやり返す。それが、前田流やから。これ完全に俺宣戦布告やんな。そうですね。まあ YouTube になるから、まあもう今回は黙っとくけど、はい、仕返しが楽しみですね。乞うご期待。止めよ。はい。まあちょっと待って、すいません。とりあえずコーヒー入れてくれ。はい、入れます。はい、行け。はい、成功。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。